ドラちゃん、わかる？あ、そろそろご飯にしようか。これらで何の料理を作る？買ってきました。お昼なのでこの3つを組み合わせながらサクッとお昼ご飯を作りたいと思います。あ、まあもちろんですね、この野菜がですね、どこ産なの、安全性大丈夫なのっていうふうに、まあ心配してくださる方いらっしゃると思うんですけど、一応この上原園さんですね、なんか品質結構こだわってるみたいで、まあ上原園さんのこれは信じていいんじゃないかなっていうふうに思ったので、これ買ってます。いい感じで温まってきたので、この野菜を入れます。うまそう。あ、味付け忘れた。もう寿司屋でバイトしていた時はこの醤油とみりんを使いこなせれば料理はマスターできるっていうふうに言っていたので、僕は基本的にこの2つの調味料に頼りまくってます。はい、じゃあこの麺を投入していきます。で、蓋をかぶせてもうちょっと待ちましょう。はい、ということでこちらが完成形でございます。早速いただきたいと思います。ごま油をかけたらより美味しくなるかもしれません。野菜の出汁と鶏の出汁とそして麺の甘さが、これが絶妙に絡まってめちゃくちゃ美味しいです。あ、食べたいなと思った時に、毎回こう雨であろうと雪が降ろうと買い出しに行かないと食べられないっていうのも、そういう面倒くささっていうのはあるんですけど、今日お店に出されたやつ比較的鮮度は高い方だとは思うんで、まあそういったものをですねいただけるっていうのはものすごいありがたいなというふうに思います。こんな感じで、まあ、今回はもう僕の、まあ、ミニマリズムな冷蔵庫の中身と買い出しですね、おやつを買ったりとか、こうなんか安いからちょっと買っとこうみたいな、そういったですね衝動買いチックのことはもう一切しません。はい、もしこの動画ちょっとでも面白かったです、参考になりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。